そうですね、なんか今まで本当に怪我してからいろいろあったんですけど、本当にここまで諦めずに自転車続けてて、リハビリ頑張ってこれて本当に良かったなと思います。結構序盤の方でもうブリヂストンのカノンさんとマトリックスのガロファロと自分の3人になったんで、なんかみんなその3人どれだけ足残ってんのかなと思いながら一人一人確認しながら走ってたら、まあ残り6キロ7キロぐらいから一人になれたんで、もうそこからひたすらギリギリのところで頑張りました。次は富士山なんですけど、まあ一番大事なレースが全日本選手権っていう今月末に控えているので、そのトレーニングを継続しながらまた富士山でもいい結果を残していけたらなって思います。勝利を飾った増田選手はポイントランキングでもトップに立ち、ルビーレッドジャージを獲得しました。積極的に僕と一緒に回ってくれる島野の選手とかいたので、前半はすごいいい感じで走れたかなと思うんですが、消極的な選手が多すぎたので、レース的にはちょっとつまらなかったかなというのは、結局引く人がいなくなってきて、でなんか最後アタックされた感じだったので、なんかどうなんですかねマークされてるっていうのはしょうがないんですけどね、何か、こんな走りだと、これからみんな強くなるにあたって、いいのかなっていうのはありましたけど、若いので、もう僕はスタイル的に攻めるスタイルを貫いてるので、特にヒルクライムは、もう調子悪い云々でどんどん攻めていきたいかなと思います。Oggi gara bella, però Garofalo non proprio buono come condizione. Dispiace di non aver vinto, però mi accontento del terzo posto. Adesso un po' stanco di testa perché due mesi che sono qua, però prometto che quando torno a Hokkaido andare forte.やはり先週かなりね、島のレーシングチームね、西日本で上位独占しましたけど、その中でも増田選手が強かったという話でしたので、その増田選手今日勝ちましたけど、それは順当だったかなと思います。でね、もちろん島のレーシングチームも勝ちを目指していったんですけど、まだまだこういうヒルクライムに特化した選手というのは、いないので力が及ばなかったという感じですかね。で、2位になった加納選手 もう今日はさすがだなと、もう本当にさすがの結果で、まだまだ力は衰えてないなという感じですね。ただ、そう考えると、ベテランも頑張って、若手もしっかり伸びてきている、そういう試合が今日見れたと思うので、今後もね、そういうベテランも若手もこうやって集中してレースを走っていれば、もうこのレースシーンがどんどん盛り上がっていけると思います。で、今は全日本選手権まで2週間という大切な時期、みんな、選手は調子を上げている時期なので、本当に今日他のチームのこういう力差というのも見えてきたのでですね、これから、彼らをいかに攻略するかチームとしては考えていかなきゃならないなと思ってます。そうですね、やはり地域密着型のブリッツェンがすごく力をつけてきたというのはありますし、あとやはりヨーロッパをメインに、目を向けている、日報なんかもかなり強いですし、本当に今若手選手がいろんなチームに分散して入ってますので、もうどのチームも注目は注目ですよね。ただ一つ、島のレーシングも今年2人の新人を西園青山に加入しましたけど、この2人も僕が期待していた以上のものを持ってますし、彼らのレースに対する思いというのは強いので、本当にね、
全チームが注目ですし、まあ、自分の、ね、自分が、ね、自分のチームも本当に楽しみです。もう本当にこれから先どん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 こういう、ね、まあ、楽しみなチームが出てきて、レースを、ね、いろんなチームが作ってくれれば面白くなっていくと思うので、まあ、本当に僕も、まあ、勝つことを目指してますけど、このレース全体に注目してます、はい。まあ、増田選手がツールドクマの、そして西日本クラシックと、かなり調子が上がっていたのは、まあ、彼本人の話もそうですし、周りの選手たちの情報からも把握してましたので、今回は本当に優勝を狙えるという手応えを持って挑みました。でその、まあ、期待に応えてくれる形で増田選手が優勝したわけですけども、やはり、まあ、チーム力という部分ではまだまだその島のレーシングであったり他のチームが総合的には、上回っているという認識をしています。実戦に関してはまた今回同様ヒルクライムレースですので、まあ、チーム力というよりかは個人の力が重要になってきますので、このレースでルビーレッドジャージを獲得した増田選手は当然優勝候補になってくると思いますけども、その後続く戦いというのはやはりロードレースになってきますので、まあ、そこまでにこうチーム力というのをもっと高めて、まあ、現在個人とチームで、年間ランキング1位なんですけども、まあ、それイコール宇都宮ブリッツェンの今力を全て表しているとは思ってませんから、ごゆうごとなく努力を続けて、本当の意味で そのトップチームを目指して頑張っていきたいと思います。はい、もう間違いなく J プロツアーをずっと勝ち続けている島のレーシングですね、やはり選手の総合力、選手の質すごい高いですから、島のレーシングとのチームランキングのポイント差も少ないですし、また昨年のチャンピオンの畑中選手もやはり、安定感で強さというのは抜群のものがありますから、後半戦確実に島のレーシングは詰め寄ってきますし、まあ、畑中選手も当然、赤いジャージを狙いに来るはずですので、やはり私にとっては古巣のチームではあるわけですけども、本当に、彼らを超えるように頑張っていきたいと思います。